チンチャオ、こんにちは。ペロと申します。3日目の朝8時半です。今日は昼過ぎの飛行機でダナン空港へ。ダナンから一気にホイアンまで移動します。朝食がホテル代についていることを思い出しました。コーヒーでも飲みに行きますか。私の部屋を出て階段を上るとレストランです。綺麗なレストランですな。オムレツ焼いてくれるらしいです。まずは油を引いて、卵を割って、具材を入れて、フライパンに放り込みます。混ぜ混ぜ。混ぜ混ぜ。この時点で、あれ？火力強くて失敗したって思っちゃいました。くる。整いました。プルプル。プルプル。上手に焼けました。オムレツ、クロワッサン、パイナップル、スイカというラインナップです。いただきます。初手はブラックコーヒーを。気のせいかもですが、ライオンコーヒーみたいな、ココナッツかバニラみたいな風味を感じる気がします。そしてオムレツをカットしまして、ふうふう、ピーマンと玉ねぎの風味が美味しいね。熱々でホッとする味です。パンも食べますよ。まずはそのままで。ジャムもつけましょう。青旗のいちごジャムかな。懐かしい味がします。そしてコーヒーを流し込む。パイナップルは酸味が控えめで食べやすいです。スイカも種が少なくていいですね。ポカリスエットみたいな味がするグアバジュースでフィニッシュです。ごちそうさまでした。レストランの上にある屋上のルーフトップバーに来ましたよ。めちゃめちゃおしゃれなバーです。こちらの景色はお部屋からと同じですね。いけすかと思ったらこれは弱ジー付きのプールですね。北側も見てみます。観葉植物が南国らしさを演出。おしゃれな椅子も置いています。交差点が見えていい景色です。このホテル、7000円くらいでしたが、スタッフの方も親切だし、めちゃめちゃいいホテルでした。それではお部屋へ戻って休みます。朝の10時、チェックアウトします。3日間ありがとうございました。少し時間があるので軽い朝ごはん、2回目を食べに行きましょうか。やっぱりフォーは食べたいですよね。カウンターで注文するみたいです。ゴールデンカムイでアシリパさんがこんなことしていたよな。牛肉フォーにしました。いただきます。まずはスープを。セロリとパクチーとネギが香る優しいスープです。少し牛の出汁も感じますね。あっさりなんですが、奥行きを感じる味ですな。麺は、
米粉麺ですがつるっとしていて気持ちがいい麺です。つるっとしてるんですが、今まで食べた米粉麺の中では少しだけコシも感じますね。スープに絡んで美味しいです。牛肉は日本の焼肉屋さんでテールスープに入ってるお肉みたいな牛肉です。ほろっと柔らかくて香草風味のスープがお肉の臭みを抑えていて美味しく食べれます。それにしてもめちゃめちゃお肉入っていますね。ごちそうさまでした。思ったより早く食べれたので、帰りはバイクじゃなくて歩いて帰りますか。この線香っていう扇風機メーカーあちこちで見るのですが、自体がもろに線香と同じなので、ちょっと気になります。ホテルに到着しました。ホテルの前で喫煙しています。それではタクシーに乗ってノイバイ空港へ向かいます。到着しました。月曜日なのにすごい人です。私の飛行機は飛びそうですね。おお、これは2012年に CA さんが水着で接客してベトナム当局から指導が入ったベトジェットじゃないですか。写真からも溢れるパリピ感。夏になるとナイトプールに行ってそうなお姉さんたちです。制限エリアに入りました。少し散歩しましょう。これはベトナム共和国のフラッグシップキャリア。ベトナム航空のロータスラウンジじゃないですか。私、ANA の SFC 会員なんですが、ラウンジ入れるかな？入れました。ANA とコードシェアしてる便なのかな？とりあえずラッキーです。ペプシを開けて。結構歩いたので染み渡ります。窓側に座るとめちゃくちゃ気持ちがいい景色です。ペロペロワールドトピック。それではぼちぼち時間なので飛行機に乗り込みますか。起き止めなのでバスに乗りますよ。後ろから乗り込めるみたいなので後ろから。海外で国内線に乗るのは多分初めてかな。ドキドキしますね。よろしくお願いします。機材は A321、 座席は最高峰シンガリの 44G です。窓が傷ついていますね。13時25分 VN171 便、ハノイのノイバイ国際空港からダナン国際空港へ無事離陸しました。今回のフライトは1時間25分のフライトです。日本国内の感覚で言うと羽田福岡ぐらいの感覚ですかね。ただいま南シナ海上空です。機内食というかお菓子をいただきました。いただきます。ふむふむ、しっとり系のパイ生地みたいな外側ですが、中身がパンパンに詰まっています。一口一口がヘビー級ボクサーのパンチぐらい重たいです。味ですが、さつまいもみたいなしっとりした芋に甘く味付けされていて、和菓子で例えると金つばの中身みたいな感じですかね。すごい食べ応えがあるお菓子ですな。
ペプシでフィニッシュ。ごちそうさまでした。14時40分、VN171 便。帝国通りダナン国際空港へ到着しました。ベトナム航空の皆様、安全かつ帝国運航感謝いたします。ダナンの天気は雨ですね。ありがとうございました。それではタクシーでホヤンへ向かいますよ。荷物受け取るところから出ると、いきなり屋外とは、これは斬新な作りをした空港ですね。両替したんですが、両替屋のお姉さんがメーターのタクシー屋さんを呼んでくれましたよ。ありがとうございます。15分かかるみたいです。気持ちだけチップ渡させてもらったら、ベトナムティーをいただきました。両替で値切ったのに、ありがとうございます。薄めのストレートティーで、グビグビいけますね。ごちそうさまでした。それでは、この尺を利用して今から訪れる、ホイアンについて少し。ホイアン市はベトナムの中部。ダナン市から南へ 30km にある人口約12万人の町です。地図で見るとこんな感じ。世紀末の1999年に、ホイアンの古い町並みとしてユネスコの世界文化遺産に登録もされています。日本との関わりですが、徳川家康の江戸幕府と1601年から朱印船貿易が始まり、急速に貿易が拡大した影響で、ホイアンには大規模な日本人街や中国人街ができたとのことです。後に本格的な鎖国が始まるまで、その貿易は続きました。今でも、その時の名残で、中国や日本の文化を感じれる街並みらしいです。簡単に言うと、フォトジェニックで可愛い街並みらしいので、楽しみです。そういった、前情報からですが、実は、今回の7泊の旅行で一番、街歩きが楽しみなのはホイアンです。そして今から向かうホテルも部屋の広さ、ロケーション、窓からの景色すべてにおいて、今回の旅行で一番、楽しみにしています。あとアメリカ自動車産業に GM、クライスラー、フォードとビッグスリーがあるように、ホイアングルメにも、ビッグスリーというものがあるみたいです。カオラウ、ホワイトローズ、ボンホンちゃん。この3つらしいです。カオラウは混ぜそばみたいな料理で、ホワイトローズは蒸しワンタン。ボンホンちゃんは揚げワンタンらしいです。このあたりも楽しみですね。おっとそろそろ着きそうですが。タクシーが進入できないみたいなので歩きたいと思いますよ。ナイトマーケットの準備をしているみたいです。到着早々、雨ですがなかなか活気を感じます。なんか自然と一体感があって、地域の人が自然体で暮らしていて、落ち着く雰囲気の道路ですね。ここが今日のホテルみたいです。ホテルにチェックインします。チェックインしました。こじんまりしたプールもついていますね。それではお部屋チェック。なんとかっこいいお部屋なのでしょう。シーリングファンはエアコンで操作できます。机の上のお水は飲んでもいいみたいです。これは荷物置くところですかね。ベッドは多分キングサイズかクイーンサイズ。水回りですが洗面台はベッドの横。おっしゃー、バスタブがついています。シャワールームもありますね。東側の眺望です。ヤシの木が南国感を演出してくれます。こちらは北側の眺望。ホテルの入り口側でプールが見えますね。クローゼットの中はバスローブとセキュリティボックスもありますね。
バスタブにお湯を張りますよ。天井が斜めで屋根裏感があるのも素敵です。久しぶりのバスタブですよ。ああ、生き返るわあ。南側は目の前の建物が遮ってますが、川が見えますね。こちらのお部屋スイートリバーリューという部屋でして、お値段驚異の1泊6,100円。めちゃめちゃいいホテルですね。それでは少し休憩させていただきます。それでは夕方の5時半です。街に繰り出しましょう。川の向こうは旧市街地です。こととランタンの雰囲気。提案編ですが、こんな感じでちょいちょい静止画も交えていきたいと思います。ランタンがいい雰囲気。橋を渡って旧市街地の方へ向かいます。お寺がかっこいいです。青材とランタンってめちゃめちゃ相性いいですね。目の前に見えるのは来園橋日本橋です。人が多すぎますね。裏路地を抜けて、それでは食事しに行きましょうか。ちなみにホテルのお姉さんがこんなメモを書いてくれて、美味しいお店をピックアップしてくれました。ありがとうございます。ここのお店ですかね。こちらのお店で早速ホイアン名物を食したいと思います。コーラですが、ホイアンの夜に乾杯。これがカオラウですか。焼きうどんみたいに見えますが、調味料も後で入れると美味しいらしいです。いただきます。これは混ぜそばというより混ぜうどんみたいな感じですかね。カレーみたいなスパイスの風味もして食欲をそそる味付けです。サラダうどんみたいでレタスがシャキッとしていて、揚げられたワンタンの皮がカリッとクリスピーでジャンク感を演出。お値段40,000ベトナムドン220円って考えるとすごい料理ですよ。ライムと醤油で味付けしてみます。おお、ポン酢味になって、これもさっぱりして美味しいね。豆板醤も入れてみるよ。ピリ辛で中華風な味付けになりますよ。多分ビールとかとめっちゃ合う味付けだと思います。コムガーを食べてみましょう。この食感はあれですね、コリッとしていて味わい深くて、胸肉に鶏皮肉も混じってますね。鶏皮がプリプリで気持ちいい食感ですな。タレをかけて、タレはかけてもあんまり違いわからないかな。合間合間にフライドガーリックが挟まっていて、これも鶏肉と合う風味ですね。ちなみにこちらの玉ねぎは固めですね。大根やパパイヤ食べているような感覚です。ホワイトローズです。ホワイトローズ、いやいや、なんかおしゃれな名前つけてますけど、これで美味しくなかったら温厚な僕で、いねえ。プルプルなワンタンの皮も美味しいし、エビもプリッとしてるんですが、指摘にツボなのはフライドオニオン。一見あっさりめな料理がフライドオニオンのおかげでガツンとパンチ効いたメインを張れる料理に仕上がっています。醤油をかけると、これは
ベトナム中国友好条約締結。ライムを絞って醤油もかけて。これはベトナム日本友好条約締結。最後はスタンダードなヌクマムでフィニッシュ。いやー、めちゃくちゃ美味しかったですよ。いつもならこれで次のお店に行くのですが、ゴプロ回しながら食事していたので。あなた動画投稿してるの？はい、 YouTube とニコニコに投稿しています。ニコニコ何それ？動画見せてみなさいよ。はい、 YouTube スタジオこれです。お前7000人もサブスクリプションおるんかい。私も映ってもいいの？全然いいんやで。その結果がこれである。イエーイ、日本のみんな見てる？ Thank you。 その後オーナー出てきて、 YouTube で日本人に向けて発信してくれるなら無料でもええんやでって言われましたが、僕は食事したらお金払いますよって丁重にお断りをさせていただきまして、ってことでちゃんとお金払いました。ごちそうさまでした。いやー、大阪のおばちゃんみたいに強烈な人たちでしたね。でもスタッフの人たち7人もチャンネル登録してくれたので嬉しかったです。頑張って編集しよう。でもね、こうやってベトナムに来て動画配信者ですって名乗れるのも皆様のおかげなんですよ。ほんと、やり始めの頃なんて誰も見てくれないし、誰も見てくれないから何がダメなのか全然わからなかったし、チャンネル登録者少ない配信者にありがちな荒探ししたコメントとかめっちゃ多かったし、本当に皆様いつもありがとうございます。ユーラシア大陸から感謝を伝えさせていただきます。さてさて、もうちょい食べれますので。ここのバインミーが美味しいらしいです。超人気店なのですごい勢いでおばちゃんたちがバインミーを量産していきますよ。コーラとビーフとエッグのバインミーにしました。いただきます。もうカリカリに焼かれたフランスパンだけで美味しい。そしてビーフにかかっているピリ辛ソースと卵の風味がめちゃめちゃ合いますね。シンプルな料理ゆえに解説が難しいのですが、お求めやすい価格でこんな美味しい料理提供できるのはすごいです。ゴヤーコンだけ人気店なのも納得ですわ。途中からスイートチリソースをかけて、野菜がより一層美味しくなりますね。ごちそうさまでした。買うときもですが、帰るときもすごい人。広場の花壇に腰掛けて残ったコーラを飲み干しますよ。コーラのつまみはホイアンの夜景で十分です。もうちょい散歩します。さっき人だらけだった日本橋、今も人だらけですね。外から撮った方がいい感じかな。橋を渡ってホテルがある島へ行きますよ。せっかくなのでタイムラプス撮影してみましょう。こんな感じです。マグネットマウントはこういう場面でも行きますね。違う角度からも撮影してみました。ホテル近くのナイトマーケットを歩きまして、1時間2000円のところを1000円にディスカウントしてくれるみたいです。フットマッサージしてきます。
板気持ちいいですよ。いやー気持ちよかったです。今回のホテルですが、めちゃめちゃいいホテルなのですが、この辺りコンビニがないんですよね。というか、ホイアンでコンビニを見かけないです。商店で炭酸水買って帰ります。この辺りは2世帯住宅が多いみたいですね。路面から丸見えない絵が多いですが、みんな楽しそうです。それではホテルへ戻りまして、お休みさせていただきます。おやすみなさい。ということで2日目のリザルトはこんな感じ。飛行機 779km、 車 52km、 徒歩 3.6km、 結構移動しました。食事に関してはこれぐらい使いました。あんまり食べていなくて合計で1470円ぐらいですね。4日目になる明日ですが、丸1日ホイアンで活動します。バイクをレンタルしまして、午前中はカフェ巡りを、午後からも再びホイアンの街をプラプラして、ホテルのスタッフに教えていただいたホイアングルメを堪能したいと思います。もしよろしければご覧いただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございます。もし動画が面白ければチャンネル登録お願いいたします。